おはようございます、たかしです。本日は4月27日木曜日、ただいま5時44分。それではポンド円のトレードポイントを見ていきましょう。まずは日足からです。日足の確定までまだ15分ぐらいはあるんですが、今もほぼ確定しておりますので、こちらでお話ししていきますが、昨日の日足は陽線ですね。ここのところ陽線と陰線がそれぞれ交互に出ている、そんな毎日になってますね。陽線、陰線、そしてここは下髭の陰線、陽線、陰線、陽線みたいな。ですので、今1時間足とか4時間足では表示させてますが、ここにボックスを描いているんですね。ですので、そのレンジに今ありますので、そのレンジを抜けた方についていく。もしくはレンジ内のトレードっていうのを今はしていくのがいいと思います。現在はこの緑のボックスの上限にありますので、この今小さなレンジを描いてますが、そのレンジを上抜けたとしても、またこの緑のボックスで反発して大きく下落するということも考えられますので、その辺は注意なんですが、現在はまだレンジの中にありますので、その中でのトレード、そして抜けた方へついていくっていうのが基本的な考え方になってます。日足のストキャスティックスは今下落中ですね。ただ過去ここでゴールデンクロスしております4月の10日ぐらいですね。ですので、そのゴールデンクロスしたところからの上昇を見てますと、そろそろゴールデンクロスして上昇に向かってもおかしくないのかなと。ただストキャスティクス全体の動きとしますと、まだ安値圏までは距離がありますので、もう一段の下落ですね。まだ今は中央付近にありますので、もう一段下落することも考えつつ、そろそろゴールデンクロスして上昇するという可能性も考えておくのがいいと思います。今は日足の GMMA との乖離を埋めに行く期間ですので、ここでレンジになってこの GMMA が追いついてくるのを待つのか、それとも一旦 GMMA までの距離を詰めに行くのかっていうところですので、今はそういった日柄調整の期間にありますので、それを分かってトレードしていく必要がありますね。そして日足では基本的には上昇トレンド中です。ずっと高値安値を切り上げながら上昇してきておりますので、基本的にはこの上昇トレンドの流れに乗っていくのがいいですが、今はその中でも一旦の調整の下落をする、そういう期間に入ってきておりますので、ここから上昇するための値固めを行っている、そういう期間です。次は4時間足です。先ほど日足で言ってましたボックス、これですね。この白のボックスの中で動いてます。今綺麗にこのボックス意識されているの分かりますね。ですので基本的にはこのボックスをイメージしてトレードしていく。現在は中央付近ですので、この辺付近では手を出さない。ボックスの上限下限に来たところでの次の流れに乗っていくという、そういうトレードの仕方がいいですね。今日足の GMMA は上向きですが、4時間足っていうのは今横ばいになってきてますので、ここからはしばらくレンジになっていく可能性、現在すでにレンジですが、このレンジがもうしばらく続いていくのかなという、そういう印象を持ってますので、基本的には先ほど言いましたように、このボックス内のトレード、そしてボックスを抜けた方へついていくっていうのが基本スタンスとなってきております。なので本日もしボックスの上限付近まで来れば、そこからは次の下落っていうのを考えられますが、当然上抜けする可能性もありますので、その辺は注意ですね。ただし上抜けした場合でも、すぐ日足のボックス上限があります。現在地っていうのは日足単位でもいつ下落してもおかしくない、そういう高値圏にありますので、その辺は注意です。では1時間足です。こちらも昨日お話ししてましたが、火曜日の高値安値に引いたフィボナッチリトレースメントの 38.2%、 あと 50%、 61.8%、 このあたりが意識されるという話をしてましたが、昨日ここ見ていただいたら分かりますが、その付近っていうのは意識されて下落してきているんですね。なのでこういったところでの反発をデイトレレベルで狙っていくのはありだと思います。ただ基本的にはボックスの中でボックス下限から上限に向かう動きをしてますので、ここでの反発っていうのは一時的なもの、基本的にはこの上限を目指していくと考えますので、本日昨日の高値を上抜ければそこからの上昇で168円ぐらいまでっていうところを考えることが可能ですね。ただもちろん先ほども言いましたが、日足では今高値圏にありますので、いつ大きく下落してもおかしくないところです。なので昨日高値を超えてきたからといって、そこが上髭で抑えられて下落していくっていうことも考えられますので、損切りはしっかりする必要がありますね。今1時間足4時間足はボックスですが、日足や週足ではかなりの高値圏にありますので、日足週足単位での大きな下落がいつ起こってもおかしくないところにありますので、そこは分かってトレードしていく必要があります。そして今は月末の動きというところで分かりにくい動きをしがちになりますので、しかも今のところこういった上がったり下がったりというのが激しく行われております。1日でこれだけの距離を動くということになってきますと、しっかりその
損切りを置いておかないと、もしくはしっかり引き付けてトレードをしていくっていうことをしておかないと危険ですので、値頃間でのエントリーではなく根拠を持ってエントリーをしていくっていうことが必要です。基本的に根拠は3つ以上を作ることが大切ですので、その辺を意識してトレードできるといいですね。それでは本日は以上です。この動画が分かりやすいと思ったら応援をお願いします。皆さんの応援がより多くの初心者の方へこの動画をお届けすることにつながります。そして最後にお知らせです。 YouTube のメンバーシップでは初心者の方向けの丁寧な解説動画を毎週1本更新しています。トレードの基礎が学べるメンバーシップにご興味があれば一度お試しください。また初心者ではないけど安定して勝てないという方はポストプライムでのプライム会員をおすすめしています。こちらは YouTube のメンバーシップと違って2週間の無料期間があります。プライム会員価格は徐々に値上げを予定しておりますので、少しでも気になる方はお早めの行動がお得です。今登録すれば値上げ後も今の価格が適用されます。ぜひ無料期間を有効にご活用ください。詳細は概要欄にあります。それでは本日も最後までご視聴ありがとうございました。たかしでした。バイバイ。インジケーターの使い方解説ブログを書きました。GMMA、ストキャスティクス、MACD の使い方について詳しく書いてます。まずは一度目を通してみてください。きっとスキルアップのお役に立てると思います。インジケーターは何気なく表示させるのではなく、理解して使いこなすことが大切です。また、インジケーターを使ったエントリー手法のテキスト販売を始めました。こちらは初心者から中級者向けですが、初心者の方向けの初級編もご用意しています。勝つための聖杯なんてありません。だからこそ地味にコツコツとスキルを積み上げていくものです。このテキストはそんな方のお力になれると信じています。せっかく FX を始めたのですから、明るい未来を夢見て頑張りましょう。